クマハです。今回は、ワ、えードプレス無料テーマのライトニングで関連記事が表示されないっていう部分についてですね、お話しさせていただきます。どんなテーマでですね、えー、関連記事がですね、あのー、こう表示されてると思うんですけども、今こう、ライトニングの場合はですね、あの、標準の場合こんな感じで、 関連記事が表示されるんですね。ただ、これだけだとなんかですね、あの、詳しい人に見られるとですね、あ、ライトニング使ってるな、そのままだな、みたいな感じなんですよね。で、まずですね、えー、カスタマイザーの EX のユニットの設定のところでですね、えー、関連記事の設定があるんですけども、えー まず第一は、ここで設定をちゃんとするということですね。で、ここの画面を開きますとですね、次の画面に移りますが、えー、タイトルと記事数だけこれ表示できるんですね。で、タイトルはですね、必ずしもあの、関連記事の表示とかでなくてもいいわけですよね。えー、私はよく読まれている記事っていうふうな、あの、タイトルにしてます。 で、あとですね、EX ユニットの、えー、設定ですね。えー、この今赤枠があるところにですね、チェックが入っているかどうかです。チェックが入ってない方はですね、えー、こうチェックを入れて保存してください。するとね、あの、こんな感じでね、あのー、表示されるはずなんですけど、もしされてない場合。えー、今赤枠入ってますよね。 ここ、あの、タグなんですけども、あの、タグが入ってないから表示されてないかもわかりません。で、確認してみてですね、タグが入ってなければタグ入れてみてください。今、赤枠がですね、ちょうど記事編集画面の、えー、ところになってますんで、えー、タグのところにね、赤枠が入ってると思うんですけども、タグに連動してるんですね、この関連記事っていうのね。 で、忘れないために、えー、キーワードと、えー、タグと、えー、僕の場合は、えー、イコールみたいな感じでですね、もうコピペで全部貼り付けちゃってます。一つだけ書けばですね、あと貼り付けだけでいいですからね。これはもう忘れないためですね。するとね、こういう風な感じでですね、あのー、関連記事がね、表示されるはずなんです。で、 えー、このタイトルのこの H タグの部分はスタイルシートで装飾してます。それがこちらですね。で、えー、色の部分だけ変えるとですね、皆さんのサイトに合う色に変えていただければいいとは思うんですけども、えー、いかんせん動画なのでね、あのコピーペイができません。で、あのー、 これですね、詳細に、えー、こちらのアドレス貼っておきますので、えー、YouTube 動画の詳細の方からですね、えー、ブログの方に行っていただいて確認していただければと思います。これでバッチリなんですけども、それでも自信のない方は、熊八まで優勝対応になりますが、Zoom でフォローさせていただきます。よろしければ、YouTube のチャンネル登録よろしくお願いいたします。 最後までご視聴ありがとうございます。